こんばんは。本日は今話題の料理研究家小川誠さんのところに TVJ 女子アナメンバーが料理を教わりに行きましたので、そちらをご覧ください。今回私たちは料理研究家の小川さんにお家でできる簡単洋食レシピを教えていただこうと思います。はい、それでは早速登場していただきましょう。小川誠さんです。よろしくお願いします。お願いします。今回はどのようなレシピを伝授させていただけるか、ということで女子アナ抜き打ち料理ルックでした。はい、ということで、あ、皆さんどうしました？なんかえ、どういうこと？そんな気を使われたような。そういうこと？え、あ、そういうこと？ということでございまして、本日はですね、まあ、本日はですね、まあ、料理法のね、そういうニュースをお伝えしようというお話だったんですけども、ちょっとあれかなと話しまして、はい、じゃあ急に抜き打ちで料理やっちゃえばいいじゃないですかということがありまして、女子アナ人のこの料理力というところか、まあ、言うたら女子力ですね。そうですね、女子力というところを見せていただこうじゃないかと。はい、私料理なんてここ数年作ってない。ああ、でもそれ全部情報知ってますから、それを知った上でこの企画を考えます。やばいね。テリーさんは結構ね、こんなインスタとかツイッターとか見ていただけたら分かるんです。結構個性的な料理を作って、いや、すごいですよ。見たいのもあるんですよね。いや、僕の中ではめちゃくちゃあります。まあ、この二人、今順応性高いですけど、みゆちゃんが今一番びっくりしてる。多分ね、ずっとやっぱね、顔がね、引きずってるというか、ね、だって本当に全然作ってなくてさ、もうコンビニばっかみたいな。ああ、なるほど。最後に包丁握ったんですよ。覚えてないです。あいちゃんよりもすごい。まあ、大体のルールを説明させていただきまして、ある料理を作っていただきます。まあ、制限時間30分以内に作れるものでございます。はい、その30分以内で作ったものを、まあ、久しぶりに聞くと思いますけど、神舌ってご存知でしょうか。神に舌と書いて、うちに神舌がいるんですよ。味のソムリエ、ゲティさんに、はい、絶対嘘やん、はい、お任せください。味のソムリエ、ゲティさんが、まあ、その判断をしていただく。特に罰ゲームとかないです。はい、そういうのないです。特に罰とかないです。いや、もう最悪ですよ。罰ゲームあったら最悪だよ。ただ世界中に、あ、より下手なんだって思われるやつ。それが一番嫌ですからね。まあ、今回のお題発表しましょうか。はい、煮込みハンバーグです。おお、煮込みハンバーグ。煮込みハンバーグ、ただのハンバーグじゃないです。そうです、煮込みます。煮込まなきゃいけない。でも私、見せ場だと思ってるんですよ。頭悪い、運動できない、はい、でも料理はできる、そこだけ。さあ、これが盛大な振りとなるのかどうか。はい、ということで、まあ、こちらね、ちょっと今日いいところ借りてますので、はい、早速やっていきましょう。おい、え、手洗いた。ちょっと真剣な話していいですか。作ったことないですね、このハンバーグ。お、ハンバーグってどうやって作るんですか。これはガチでやるの。え、フリッてやばいの作っちゃおうかな。めっちゃ面白い。食すのゲティ。では、皆さん、ちょっと用意いたしました。どうですか、皆さん。あ、こっちに緊張する。緊張する。ドキドキ。こんなの初めて。こんなの初めて。取られるなんて。料理してる。裸を見られてるのと一緒です。それは言い過ぎです。こんな全国的に。ね、ということで、制限時間30分で煮込みハンバーグ作っていただきます。用意、スタート。はい、よし、頑張ろう。行ってきます。はい。ゴミ入れない場合はちょっと横置いておいていいですか。まあいいや。横にいいのか。ここ包丁切りやすい。制限時間30分ですけど、妥当ですかね。私、いつもどちらかっていうと呪いんですよ。はいはいはい。すごい呪い。スローな方のマイペースなので。ゆっくり作るタイプ。そうそう、時間気にせずいつも作るタイプなので、テレビとか見ます。煮込みハンバーグ自体は久しぶりですか。そうですね、お母さんが結構料理得意、いろんな料理作るんですけど、お母さんが作る煮込みハンバーグを教えてもらって、はい、作ったことはあるんですけど、それも高校生ぐらいの時なんですよ。はいはい。そう、だから煮込みハンバーグ自体は作ったことはあんまないですね。さっきもちょっとあのオフの間にこういろいろね喋ってましたけど、ですか。そうですね、集中してどんどん声がちっちゃくなって。はい、じゃあどうですか。玉ねぎ涙が出そうで、なんか久しぶりやな。料理どうですか。煮込みハンバーグ自体は煮込みハンバーグ自体はハンバーグ私結構好きで、はい、昔結構作ってたんですけど、はいはいはい、デミグラスソースから作ってたので、はい、地形は初めてだからどうなるんだろう。なんとかなりそうだけどっていうところ。そうです、そうです、そうです。うわー、僕邪魔ですか。邪魔です。ハンバーグはまあでも作ったことは、自炊はあんまりっていうことやから。あれ、ミート、もしかして俺邪魔？邪魔や。
まあまあ確かにね、頑張ってください。はい、ずっと行ってきますって言ってんだよな。これ、ね、今ちょっとゲティさん映ってないんですけど、完全に別室でね、後で匿名で料理食べていただきますので。そうです、後で匿名でねやるんで。はい、個人的に僕の方で今ちょっとカメラ回してるんですけど、僕だけちょっと移動させられてます。ここでね、誠に勝手ながら女子アナ3人の料理に関する予想をしていこうかなと思っております。一人でずっとここで座ってるのもさすがに暇なんで。リエさん、リエさんは家でまあまあたまに料理するって言ってたんで、リエさんは普通に多分煮込みハンバーグ作れるし美味しいと思います。で、アイちゃん、アイちゃんもお題を発表した時に煮込みハンバーグって言った時に、なんかあ、煮込みハンバーグだったら作れるわみたいな感じの雰囲気でしたんで、多分愛ちゃんも作れると思います。まあ、問題はみゆちゃんですよね。みゆちゃんは情報によりますと家でほとんど自炊をしないと。で、まだ22歳と、まだ若いと。で、さっき煮込みハンバーグっていうようなお題が出た時にちょっと顔が引きつってたんですよ。だからまあどうかな、みゆちゃんちょっと厳しいんじゃないと思ってますね。で、僕の予想言っておきます。実は意外に愛ちゃん、愛ちゃんが一番うまいんじゃないかなと思ってます。はい、暇だったんでちょっと動画回させていただきました。以上です。これ今何を入れたんですか？玉ねぎとお肉と卵です。卵まあね、焼けばね。愛ちゃんは玉ねぎを焼くと。そうですね、はい、私はこっち派かな、どっちかっていう。なるほどね。前髪切りすぎたんですけど、あんまり取らないでもらって。大丈夫です、大丈夫。かわいいよ。あ、ありがとう。かっちゃんも撮ってる顔かっこいいよ。あとで10万個人的に渡します。やった、パソコンだって俺や。あ、もうリエさんが、なんと謎の地震が、これは絶対美味しい。謎の地震が来ました。来ました。こんなに玉ねぎが多かったら絶対に美味しいでしょ。声量でカバーしてるのやめてもらっていいですか？一番早いです、やっぱり。今だいたいね、10分ぐらいなんですけど、まあね、やっぱ取られて料理するっていう経験はね、なかなかないと思うんで、見られるとしたら、はい、本当に使われるだけなんで、はい、なんか悲しい発言やめてもらっていいですか？服黒やから哀愁出てんのよ。これはポイントです。一つあるんですよ、はい、熱をあまり加えてはいけないのがポイント。こうやってやると、はい、ジューシーなバッグができるみたいな、はい、なるほど。今日これで頑張っていきます。焼き時間がちょっと焼き時間がね、はい、リエさん、いいですね、綺麗ですね。性格も荒いです。あ、それはもう皆さんご存知です。私の性格荒いです。 あんまり言わん方がいい、荒めって。ニエさんはもうだいぶ見えてきましたね。あ、煮込むからね。いや、めちゃくちゃいい香りします。このデミグラス的な香りがすごいいい香りします。今椎茸も投入してね。あ、しめじでしたね、ごめんなさい。なこちゃん、今何してるんですか？煮込む、はい、煮込むソース、はい、これは今ソースはどういう感じ？はい、あ、カンニングじゃバレたらまずいですからね。はい、いいですね、はい、これはね、赤ワインでカンニングされたらまずいですから、秘伝のレシピですからね。そう、アイちゃんは焼き始めました、はい、アイちゃんどうですか？あ、アイちゃん3つ、あ、でもなんか、あ、出ました。そうですね、味勝負ですからね。味勝負ですからね、味と愛が勝負ですから。あ、これは勝てますね。このパート毎回なんないの？勝っちゃいけますからね。いや、非常に今いい香りしております。どうしました？私、違うもの
お好み焼きはできないですよ。あれ粉物ですから。あれも、まあ、後からやっぱりアレンジ加わるんで。アレンジね。はい、あ、みゆちゃんなりのアレンジがあると。うちではもうできる女子アナとして入っていただいてるんですからね。料理なんてもう、はい、はい、不安です。向こうでこれ誰もやってないです。でもデミグラスソースとかありもので作ったことしかないんで。ちょっとそこはね。味見しっかりしないと。あれできてる。あれ。いやまだです。ど、あ、まだ最終調整がね。はい、お、何も使ってない。ここら辺をね。そうですね。こっから加えていくんですね。すいません、ちょっと愛ちゃんが今いい匂いをさせております。いや、もうさすがですね。ハンバーグもふっくら、あらあらあら、愛ちゃんと工藤ちゃんに共通しているのはここら辺が後なんですよね。まあ、これもね、多分やっぱ過程があると思うんで、もちろん悪いことではないと思う。加えていきますと、はい、加えていきます。ちょっと最終調整、これからあ、使ってくる、はい、こんな感じです。お肉そ素材ですけど。やめてください、本当に。おかしいかもしれない。ということで、いやこれはすごいですね。一応そちらですね、まあ、誰かはもちろん誰も誰とは言いませんけども、はい、ABC で振られてます、はい、じゃあ A の方から食べていただきます。わかりました。じゃあすいません、いただかせていただきます。見た目とか気になる点はありませんか？あります。どれがどうですか？あのね、この2つはね同じ色してるんだけど、はい、この色だけちょっと違う色してるんですよ。なるほど。そこはなんでかなっていうのはあります。じゃあ、 あの A のハンバーグいただきます。はい、食レポ初めてお願いします。いただきます。Aのハンバーグ、こちらだけで3つで飾られてますけど、あ、普通に美味しいです。おお、はい、普通に玉ねぎの甘みもしっかりありますし、はい、このソース、はい、めちゃくちゃうまいですね。お、めちゃくちゃうまい。うん、ちゃんと煮込みハンバーグになってます。いや、なってると思いますよ、僕は。いや、普通にうまいです、はい、全然。じゃあ、まず一口食べていただいたというところで、はい、B いきましょう。 B ですね。 B だけね、 B だけ、はい、そう、卵乗ってるんですよ。あ、これはポイントじゃないですか。はい、よいしょ、卵と一緒にいただきますね。ただ煮込みハンバーグの目玉焼きはちょっとあまりね、引いたことはないかもしれませんけど、今、まあ、箸でこうやってハンバーグ食べようとしたんですよ。はい、若干形がぐちゃぐちゃです。形がぐちゃぐちゃ、うん、ハンバーグはまあね、形は、まあ、よし、卵も一緒にせっかくなんでいただきます。あ、これ忖度なしでいただきます。もちろん忖度なし。あの、皆さん、あの、普通にワイン飲んでみてください。あ、うん、どうですか？うん、はい、普通。味はちゃんとしっかりしてるんだけど、はい、あら、やっぱり箸でつついたのと同じように、はい、口に入れてもぐちゃぐちゃ。そう、咀嚼したからぐちゃぐちゃってことじゃん。つなぎ入れてないんじゃないの、ちゃんと。ああ、なるほど。そこがもしかしたらマイナスポイントだったかもしれません。パン粉が少ないんじゃない。付け合わせ言ってください。ああ、これね、はい、なんかさ、これさ、俺怖いのがさ、火通ってんのかな。あ、僕確認しております、火は通ってます。ほんと、これとかだって大丈夫かな。これだって全然、だって火通ってるからね。あ、すいません、あの後ろの当事者の方から、多分火通ってないと。食べない方がいいと。食べない方がいい。あ、まあ、僕は誰か知りませんから。はい、じゃあやめておきます、僕、はい、お腹壊したくないんで。はい、でもテンションが一番上がる見た目をしてるんじゃないですか。うま、見た目めっちゃうまそう。見た目めっちゃうまそう。うん、はい、ありがとうございます。ちょっとね、 B の方がお怒りになる前に C に行きましょう。はい、じゃあちょっと C いただきます。 C がちょっと色が違うんじゃないかと。ちょっとこの色が気になりますね。ソースの色が気になるぞと。これ、玉ねぎ火通ってんのかな。ちょっと気になるな、これ。まあ、とりあえずいただきます。いただいてください。はい、羨ましいポジションですよ、ゲディさん。女性3人にハンバーグ作ってもらうなんてね。もう一回したっけ。ちょっと、いや、美味しいです。おお、どうですか？美味しいですけど、なんか、なんだろう、タレ、そうですか、
何の味だこれ、なんか味濃いなこれまあもちろん正義人格があったと思うんですけど、うん、玉ねぎがなんか火通ってない感じだ。気になるとこそこですか、うん、やっぱりそこが。でもそのソースとハンバーグを一緒に食べたら美味しいです。あ、それで煮込みハンバーグですね、うん、ただね、玉ねぎは火通ってないです多分火通ってないと思います。ケリーさん、はい、一応こちら料理対決となっております。はい、まあ、ちょっと僕らも心苦しいですけど、はい、順番をつけなければいけません。じゃあ一番美味しかったハンバーグ、煮込みハンバーグは A、B、C どちらですか？一番美味しかったのは A です。おお、はい、A の方です。ちょっとまだ誰が作ったか分かりません。誰が作ったかはまあちょっとね、総合的に見て、はい、やっぱり A をガツガツいきますね。ちょっとご飯欲しくなるかな。うん、総合的に見てやっぱこれが一番美味しい。美味しいということで、ケリーさん、ちょっと僕らも心づらいんですけど、はい、まあ、ちょっと一番ちょっともうちょっと料理勉強した方がいいかもねという方、はい、B と C どちらでしょうか、発表してください。はい、一番、はい、勉強した方がいい煮込みハンバーグは、はい、B です、ね、B ということで皆さん、はい、発表しましょう。いやーちょっと楽しみだな。ちょっとゲリーさんもね、はい、じゃあ A の一番美味しいハンバーグを作った方、 A の方誰ですか？はい、私です。おー、アイちゃん、マジで、おー、アイちゃん、アイちゃんがもう褒められてる。やったー、嬉しい。意外と喜びを隠せないんだぞ。すごい綺麗見た目が一番なんか私なんかさっぱりしてたから、うん、ちょっとあんまり良くないのかなと思って。いやでもまあ見た目は置いといて、やっぱなんだろうちゃんとハンバーグ感があるというか。 B の方返事してください。どうぞ。はい、おー、みゆちゃんね。ああ、みゆちゃんね。え、予想何位でした？俺の予想はみゆちゃんは3位。予想が的中しております。もうでもね、みゆちゃんワイン持ったでしょうか。みゆちゃんワイン持ったでしょうか。つなぎ入れた？つなぎ入れた？いや、一つまみあのパン粉入れて。分かんなかったんですよ。あ、じゃあやっぱつなぎ少なかった。あとそうですね、僕正しい分量は分かんないんですけど、まあ、ずっと工程見てました。はい、その今持ってるワインドバドバ入れてて。あ、ワイン入れてるよ結構ドバドバ入れてました。なんかちょっとチラッと横見えちゃったんですね、はいはい、なんかみんなちゃんとこれと一緒におかしいの、おかしいの思ってるより全然工程とか。あ、そうなんだ、うん、これなぜワインを持ってるんでしょう。ラッパ飲みを叱らないぐらいでもう忘れたいですということで、C の煮込みハンバーグはリエさん。え、これリエさん、これ玉ねぎ取ってんすか。なんかね、すごく荒切りになっちゃって。あ、そうなんだ。時間もないし、もうそのままぶっ込んでしまった。しめじ炒めるときに一緒に玉ねぎ炒めればよかったんですけど、玉ねぎは炒めずにぶっ込んでしまった。ぶっ込んでましたね、まあ、ちょっと時間がそこら辺はあったのかもしれませんがちょっとソースがね、こだわってこだわった結果ちょっと味が濃くなっちゃった。はい、はい、じゃあやった、ありがとうございます。ありがとうございます。アイちゃんはもう出会いさえあれば明日にでも結婚できる。ありがとう、うるさいな。ということで、本日の抜き打ち女子アナ料理チェックでした。ありがとうございました。ありがとうございました。